大汽車がトヨタ車体様と共同開発している土着効率 100% を実現する革新的な静電無荷塗装機 IESTA100TE をご紹介いたします。ご紹介の順序としては、1、特徴、2、原理、3、採用のメリットのご説明の後、本塗装機による塗装動画をご覧いただきます。新しい塗装機の紹介をいたします。土着効率が 100% で周囲への塗料飛散がありません。現行のベル型塗装機との比較動画を紹介します。左がベル型塗装機、右が静電無荷塗装機 IESTA100TE です。現行のベル型塗装機では塗料ミストが飛散していますが、 IESTA100TE では塗料ミストが飛散していないことが確認できます。レーザーを当てて可視化すると、このように塗料ミストの飛散状況をさらにはっきり確認することができます。塗料に高電圧を引火し、ノズルから突出させると、静電気の力で塗料は液滴状に微粒化されます。静電無荷塗装機 IESTA100TE は、塗料の微粒化を静電気の力のみで行います。塗料粒子はノズルから飛沫に向かう電気力線に沿って飛行し、土着します。塗装機と飛沫の間に空気の流れがないので、気流によって飛散する塗料粒子がなく、基本的に土着効率は 100% となります。本塗装機を採用することで得られるメリットは、イニシャルコストの削減、ランニングコストの削減、そして環境負荷の低減となります。塗装機と塗装ブースを合わせたトータルパッケージの構成はこのようになります。左が現行のベル型塗装機と塗装ブースです。飛沫につかない塗料粒子を塗装ブースから排出するために、大量の空気を天井から床方向に流しています。大量の供給空気の温度湿度を調整する大型空調機と、ブース天井上部には気流の流れを調整するチャンバーが必要となります。また床下部には飛沫につかなかった塗料粒子を補修する装置が必要となります。右は IESTA100TE 採用時のモデルとなります。飛沫につかない塗料粒子がほとんどないので、ブース内の気流は極めて少なくできます。また飛沫につかなかった塗料粒子を補修する装置は簡単なフィルターで十分となります。本塗装機を採用することで得られるメリットは、まずイニシャルコストの削減があります。これはブース付帯設備を簡素にできることによります。次にランニングコストの削減があります。ブース給排気設備の簡素化と給排気風量の削減により、運転エネルギーが大幅に削減できます。また塗料の土着効率が高いので、材料費の削減が可能となり、飛散する塗料粒子が極めて少ないので、ブース内の汚れがなくなり、メンテナンスコストが削減できます。以上のように、運転エネルギーが小さく塗料使用量が少ないシステムにより、 CO2、VOC の環境負荷低減を実現することができます。自動車パーツの塗装例を紹介します。静電無荷塗装の特性上、飛沫は平坦で塗装機ヘッドより幅の広いものの塗装が望ましいのですが、例えばこのような自動車のドアも塗装条件を最適に調整することにより、塗料ミストを飛散させることなく塗装することができます。ドア内板の狭い部位、くぼんだ部位も
塗装条件の最適化で塗料ミストの飛散なく塗装することができます。ツートーン塗装例の紹介をいたします。従来ツートーン塗装の2色目を塗る場合には、2色目を塗る場所以外すべてにマスキングを行っていますが、この塗装機を使えばマスキングはテープとロールマスカーだけで十分です。マスキングを超えて飛散する塗料ミストはありません。このようにマスキング作業の大幅な削減が可能となります。研機のパーツの塗装例の紹介をいたします。広い塗装部位も塗料ミストの飛散なく、従来の塗装機並みの時間で塗装可能です。これまでご説明してまいりましたように、塗着効率 100%、塗料ミスト飛散フリーの本塗装機システムをご採用していただくことで、イニシャルコストとランニングコストの削減を図ることができ、同時に環境負荷も大幅に低減することが可能になります。また、これまで多量の塗料ミストが飛散していた塗装ラインの風景を大きく変えることができます。